皆さんこんにちは。 DIY 自分で作ろうへようこそ。今日は生姜入りレモンアイスティーの作り方を紹介します。簡単で作り置きしておくこともでき、夏バテ予防にもなるドリンクです。材料はレモン、生姜、ペッパーミント、蜂蜜です。アイスティー1リットル分の分量はレモン1個、生姜親指くらいの大きさ、ミントは飾りなので1杯あたり1房くらい。さらに水と氷です。まず小さく切った生姜、レモン汁、沸騰して冷ましたお湯1リットル、はちみつ大さじ1を加え、よく混ぜます。生姜のエキスが出るまで2時間程度待ちます。2時間経って生姜のエキスが出てきました。大きなグラスに氷を入れてストローを刺してあります。ペッパーミントの葉を数枚入れ、ストローで氷の下にして浮いてこないようにします。アイスティーを注いで最後にミントを飾れば完成です。DIY 自分で作ろうを見てくれてありがとう。楽しんでもらえたら嬉しいです。他の動画にも興味があったらチャンネル登録してみてください。最新情報をアップしています。よかったら友達ともシェアしてみてね。ではまたお会いしましょう。